上昇のきっかけを作るため、低迷したチームに必要なものは勝利ただ一つ。勝利から遠のき苦しむ両チームが長良川の地で相対します。2019明治安田生命 J2 リーグ第9節 FC 岐阜対ビファーレン長崎の一戦、岐阜メモリアルセンター長良川競技場からお伝えしていきます。では岐阜のスターティングメンバーフォーメーションで見ていきます。4-4-2の形になっています。対する長崎のスターティングメンバーフォーメーションで見ていきます。こちらはも 4-4-2 ですが、中盤がフラットの4となっています。風間からふわりと浮かせて山岸のところ、ボールを収めた。エリア内入っていく山岸、自ら狙っていきました。いや今のところいい連携作りましたね。はい、中入れて外の香川入れてきた。ファーサイド受けてもう一度入れる。香川シュート、もう一度積極的にゴールを狙っていきます。最後は大竹ですかね。そうですね、はい、まあ、しっかりとねこうリードできなかったんですけどね、はい、ライアンボールを持っていく。 PK です。ここで笛が鳴ってレフリーズがペナルティーエリア内で倒れています。今イエローカードが提示されました。デフリーズがボールの前です。止めました。徳重ナイスセーブ。いやー読まれましたね。ナイスセーブです。磯村のところ岐阜が奪い返します。笠間前を向いてデフリーズに渡った。デフリーズ、デフリース、デフリースから右、山岸クロスを入れて、最後は風間です。ここで交代です。ここでパスを入れてゴール前へ迫る。笛が鳴ってこれは PK になるでしょうか。ペナルティーエリア内イエローカードが出ました。積極的に狙っていってここで選手を倒してしまいました。キッカーはイジョンホ。決まりました。長崎先制。交代したばっかりですよね、はい、ワンタッチ目ですかね。今季初得点は第9節先制点となりました。右サイドから逆サイド長倉のところボールが点々として長崎カウンターを仕掛けていきましたが長倉が倒れています。倒れてますね、はい、まあ、先に触ったのは長倉だと思うんですけどもね、どうですかね。主審はイエローカードを手にしていますが、ただ長倉に出たんですか。え、イエローカードが出ました。長倉に出てですかね。レッドカードが出たようですね。はい、遅れていったってことですかね。そうですね、はい、長崎のコーナーキックバーサイド決まりました。ヘディングがゴールネットを揺らしました。最後は香川の頭でした。長崎2点目がありました。ファーサイドに頭で合わせたのは香川でした。流れなんですかね、はい、フリーになりましたよね、はい、
縦のパス、これ入ってエリア内、切り返してクロスを入れる、ヘディングシュート、完全に崩しましたね。3点目が入りました。3点目はゴヤヒロトの足から、失礼、頭から入りました。ゴヤの頭見事に合わせていきました。グッとね、はい、前出てフリーにしましたね。長崎のチャンスになる、フリーになっている、自分でエリアに入ってきた、シュート、押し込んだ、最後はゴヤでした。長崎4点目、この時間帯で4点目が入りました。長崎中央から左へ、さあその目安の4分も経過して、ここで試合終了の長い笛が鳴りました。ビファーレン長崎4試合ぶりの勝利を収めました。